パパ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 ッチさんに。今回はですね、ドデン、オープントーストいきます。オリーブオイル、これは皆さんどっかで見たことあるオリーブオイル、サイゼリアのオリーブオイルですね。パパッチ、このサイゼリアのオリーブオイルがお得で好きなんで結構買います。でん、溶けるチーズだったら何でもいいです。シュレッドチーズを使用してます。パン、ニンニク、ドン、トースト、大葉、トマト、これだけで作っちゃいますね。あとまあ調味料で味塩使います。それでは調理開始いたします。ニンニクです。これをですね、ザクッと半分に切ります。これをパンにコス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 していきますよ。パンに塗りつけていきます。香りをですね、パンの方にニンニクの香りを移します。うん、いい香り。そしたらですね、盛り付けを始めます。はい、トマトですね。トマトを芯を抜いちゃいます。おー、すごく今回のトマトは熟してます。半分に切って、さっき塗ったガーリックの上に半分で大丈夫ですね、乗っけちゃいます。なぜトマトを乗せて焼くかっていうと、トマトのですね、酸味が、苦手な人がいるんで、そうしてます。それでオリーブオイルをかけます。いっぱいかけないですね、少し塗るみたいな感じ。味塩薄く下味つけます。そしたらあとチーズ、はい、このままトーストに入れますよ。はい、ここでピクルスをちょっと追加します。こんな感じですね。ドクンザクンと、ママさんが隠し持ってたふわっと濃厚枝豆味を使っちゃいます。はい、そしたら盛り付け入りますね。はい、こんな感じです。オープンサンドできました。ここにですね、パンと叩いて大葉散らします。これもちろんあれでもいいです、バジルでも構わないし、なんか香草類いろんなの試してみてください。美味しいですからね。そしたらここに先ほどのオリーブオイル、今度はたっぷりかけちゃいますよ。たっぷりかけます。たっぷりかけますよ。たっぷり、ちょっと見えづらいかな。そしたらここにですね、ピクルスみたいなポンってちょっと3つぐらい置いてあげてですね、枝豆のやつをここに飾ってあげます。ママさんどうでしょう、こんな感じで。いや、暗いよ。完成です。ごちそうさまでした。今回はママさん部品いくつでございましょう。食べちゃダメ。はい、部費2つ半。はい、部費いただきました 2.5 です。部費部費ですね。いや、3つでもいいかなと思ったんだけど。何がダメだったんでしょうね、今回 0.5 は。盛り付けでございます。いや、私のお菓子を勝手に使ったから。ザキャーうちの我が息子も参加しました。ぜひ登録してくださいね。バイバーイ。上手にいるね。上手だよ。じゃあね、バイバーイ。